1972年に打ち上げられた衛星パイオニア10号、1977年に同じく打ち上げられたボイジャー1号2号に地球外生命体へのメッセージとして金属板や銅製のレコードなどが搭載されていたのは有名な話である。
大丈夫か、リーザ。大丈夫、かすり傷程度だから応急処置で持つわ。危険だと分かっているが、どうしても2人に R9 の量産タイムが生産ラインに入ったことを知らせたかった。事の次第、我々も暗黒隊を見に向かう計画だ。それまで2人とも。局長！リョ、モニター見て。レーダー反応は？なかったわ。第5探知範囲に入って、ワープでもしたかのように急に。